じゃん。5、4、3、2、1、オープン。はい、こんにちは。南沢サイエンスラボの博士です。今日は先日、大三河幼稚園で開催されたお米作りに関する出前授業、お米ができるまでのうち、ご飯炊きとおにぎり作りの内容についてダイジェストで紹介したいと思います。子どもたちが楽しそうに米作りに関して学んでいる様子について、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは身近なものを科学するチャンネルです。もし動画を見て面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、じゃあいいですか。おはようございます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 。あのね、今日は何をするんだっけ？おにぎり。おにぎり正解。おにぎりは？何で作るの？お米を、今日はご飯を炊くんだったね。はい、じゃあみんながお家でご飯をどうやって炊いてるのかな？ピッてボタンを押したらそのうち炊けるような、そんな機械があるんだね、多分ね。皆さんのお家にスーパーマシンがあるはずです。でも、今日は、お外で炊きまーす。ここには何にもつながってません。どうやってお外でご飯を炊くのか、それは今日の秘密でした。と今からやります。みんなは育てたお米のおじいちゃんおばあちゃんからこうやって赤ちゃんを取ったね。覚えてる？覚えてる人？その後、スーパーマシン2号でこうぐる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 って回して、元気な赤ちゃんを取り出しました。そしてみんながゴリ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 やったでしょ？覚えてる？封もしたね。そして茶色いお米になったね。茶色いお米をスーパーマシン3号で真っ白なお米にしました。今日は、その真っ白くなったお米からご飯にします。さあ、今日紹介するスーパーマシン4号、名前があります。名前はハガマちゃんです。ハガマちゃん、よろしく。さて、この中にはお米はないね。どこにあるんだろう。多分ね、先生がね、きれいに洗ってくれてると思うよ。先生、どこにあるんですか？先生がここにあります。じゃあみんな取ってきましょう。給食当番さん。はい、じゃあ伊藤先生とお願いします。給食当番さんを持ってきてください。カニ、カニ、カニがある。おお、すごいすごい。頑張れ。重そうか。美味しそうなお米だね。食べようか。頑張ろう。食べられないね。どうすればいいの？ご飯にしなきゃいけない。炊かなきゃなんないね。じゃあこの中に入れましょう。ちょっとここは先生にやってもらおうかな。はい。じゃあお願いします。はい。入れます。大丈夫かな？こぼれないように。じゃあ先生にやってもらいましょう。ね、上手だね。はい、拍手。すごい。上手にできました。皿はどこだろう。はい、お願いします。はい、じゃあ蓋してください。はい、おままちゃんできました。さあ、このまま待ってたらご飯になるかな？ならない。なると思う人？ならないと思う人？半分ぐらいがなると思って半分ぐらいがならないね。
じゃあなんでご飯にならないの？水入れないとだ。すごい。水入れないと大正解。あのね、このままね、待ってたらご飯にならないね。だってなってないよまだ。ほらなってないじゃん。水入れないといけないね。じゃあ水も入れましょう。水はね、ここに準備してる大きなペットボトルで2つ入れます。ご飯なるかな？なると思う人、ならないと思う人、みんなならない人が多いね。じゃあ何すればいいの？火をつける。そうか、火をつけるんだね。今ね、南相馬チャンネルでも火事になったら危ないですよってお姉さんがお話ししてます。火事にならないようにするには何が必要でしょう？何だろう。ここで火がブワーッと燃えたらどうする？何をかけたらいい？どうすれば消えここになんかあるね。水。そう。もし大変なことになったらこの水をジャバーッとかけると火事にならないね。いい？もう準備してあります。じゃあ今からここで火をつけなきゃいけないんだけど、どんな時に火をつけたことあるの？どんな時？炊飯器が壊れた。炊飯器が壊れた時。あ、どうぞ。誕生日？あ、ケーキの日。あ、どうぞ。お墓で、うん、お墓、お墓で線香つける時ね。なるほど、お墓とかね。はい、上手にできたと思うよ。こういうのをこの中に入れときます。家の方に。さあ、そして、さっき火をつけたことがあるって言ってた人いたね。お墓でつけたことあるの誰だったかな？はい。じゃあやってみようか。じゃあこっちに来て。これがね、燃えるとこなのね。この赤いところを、この箱のザラザラしたところ、ここに忍者になった感じでシュッてやると火がつきます。でもこのついたからってえいって投げたらどうなっちゃう？危ないよね。つけてやーって投げちゃったら大変でしょ。そうじゃなくて、火がついても怖くないので、ゆっくりとこの段ボールのところに火をつけて、ついたら離していいからね。いい？怖くない。できるかな。おー、上手。上手。すごい。練習してるから一発だ。すごい。はい、いいよ。離していいよ。うん、ついた。で、下の方に火をつけてね。いいよ。この後、火を入れます。なので、ここに火があるので、これを1本ずつ入れましょう。はい、いいよ。結構大きいな。ちょっと大きいな、これ。はい、無理な他のやつにして。はい、いいよ、次の人。はい、自分の好きなの取って。こっち歩いてきて。先生の方来て。連れてく。はい、入れましょう。あ、みさんになって横に。はい、ありがとう。いいよ。大丈夫だよ。はい、いいよ。はい、ありがとう。いいよ。はい、次の人。本当に、そんなに来てください。先生の近くに来てください。横にずれて、最後にずれて、はい、次の人。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 はい、感じだったでしょ。でも、今、下で火がついてるので、熱くなってきます。そうすると中でポク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 泡が出てきます。そのうちポク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 になってきます。真っ白い湯気がブワーって出てくるはずです。で、湯気が出てくるだけじゃなくて、今から
よだれが出てきます。お腹空いた時によだれが出る人もいるかもしれません。湯気が出てきたらみんな呼ぶからね。湯気が出たよって言ったらまたみんな来てね。いいですか？はい、はい、じゃあ今日はここまで。まずはね、はい、じゃあ湯気が出てきたよ。クジラさん、お山で遊んでるクジラさんも来てね。ほら見てごらん、ほら蓋隙間からいっぱい水が出てるね。でこの水がね、一番下まで行って、一番下まで行くと思うよ。これはね、透明なよだれです。そのうち途中でジュージューって止まるようになります。そうしたらそれが白いよだれなので、だいたいもうご飯ができてることになるよ、ね、ここから20分だね。20分待ちましょう。今何時かな？時計見える？見えない。じゃ10時になったらもう一回集合だ。10時になったら集まりましょう。はい、はい、お願いします。匂いする？匂いする人。匂いする人。はい。じゃあね、美味しいご飯が炊けたかどうか開けます。はい。5、4、3、2、1、オープン！じゃーん！美味しそうなご飯が炊けたね。よかったね。じゃあね、この後これをおにぎりにするのかな？はい。じゃあ、あとはね、先生にお任せします。綺麗だね。お手手についてる。入れられましたか？あ、かわいいね。小さいカップの中に塩が入ってます。こっちね。自分で指でつまんで、ご飯の上にパラパラかけてください。ごちそうさまでした。はい。もらった博士たちにありがとうございますと言いました。皆さん立ってください。せーの。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しいご飯が炊けましたね。やったー。いっぱい美味しいお野菜も入ったね。よかったね。ね、割り箸はね、みんなからもらったので、またやってご飯を炊くときに使いたいと思います。はい。はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。子供たちが楽しそうにご飯を炊いて、おにぎりを作って食べている様子をご覧になっていかがだったでしょうか。自分たちで育てたお米をちゃんと重みすりや精米をしてご飯を炊いて食べると、そういった一連の体験ができるこのお米作りというのは非常に重要な食育に関連した内容になると思います。以前もお話ししておりますが、実は小学校の5年生でお米作りって学ぶんですね。ただ学校によってやり方もそれぞれあるかもしれませんが、今回大三河幼稚園の菊池園長先生にご依頼を受けて実施した内容というのは、田植えから稲刈り、そして脱穀やもみすりや精米や、そして屋外のご飯炊き、最後におにぎりを作って食べるという非常に長い期間の全ての工程を体験する内容になっています。小学校の5年生で実はお米作り学びますけど、おそらくそこまでできているところはないんじゃないかなと思います。我々は様々な体験教育活動を行っていく中で、羽釜であるとか遠見であるとか様々なものを実際に所有していますので、いろんな体験教育活動をご利用受けて対応することができるわけですが、そうした中でも特に大三河幼稚園の菊池園長先生のご依頼というのは、我々にとっても大きな学びになりますし、どうやったら幼稚園生の子どもたちに難しい言葉を一切使わずに説明できるか、そういった大きなチャレンジにもなっています。動画の中でもありましたが、もみという言葉とか、あるいは稲わらとかですね、あれ脱穀、あれ精米、もみすりもそうですか、そういった言葉は一切使っていません。もみのことを赤ちゃんと言って、黄色くなった稲わらのことはおじいちゃんおばあちゃんというふうに表現しています。そしてまた元気な赤ちゃんを取り出すんだよと、そしてそのゴリゴリやって
そうですね、玄米という言葉も使ってません。茶色いお米というふうにお話ししています。ただそうしたことを体験した子どもたちはもうしばらくしたら小学校の1年生になるはずです。そして彼らが小学校5年生になった時に同じような内容の授業を受けるんだと思うんですね。その時に幼稚園生の時に学んだ内容というのを必ず覚えてるでしょうから、より深く理解することができるんじゃないかなというふうに思っています。改めまして、今回ご依頼をくださいました菊池園長先生をはじめ大宮幼稚園の先生方、本当にありがとうございます。またお手伝いくださったスタッフの皆さんにも改めてここで感謝申し上げます。本当にありがとうございました。子どもたちが生き生きと自分たちが暮らしている町での学べること、感じることができること、あるいは触れることができること、そうしたことをやっぱりこういった体験を通して学んでいくことができる、それが南相馬市の魅力の一つなんではないかなと常に思っています。我々が田んぼで育ったお米は首都圏などに持って行って大きな機械を使うことはできませんが、子どもたちが動画の中でやっていたようにこういったもみすりであるとか、あるいは精米機、小さいのを持って行って精米の様子を見てもらったり、あるいは我々が育てたサイエンスラボ米をですね、ご飯を炊いて食べるということを通して風評の払拭に挑戦しています。これは非常に重要なことだと思いますので、今後もそうした活動を続けていきたいと思っています。いつも繰り返しお話ししていることですが、今私たち非常に便利な世の中に生きています。自分たちが生きていくために必要な衣食住の多くを自分以外の誰かや自分以外の何かに依存して生きている、そういった世の中です。私たちが毎日食べているものとか、そうしたものは一体誰がどのように作って、それをどのように届けてくれているのか、なかなかわからないと思うんですね。ですがこういったことっていうのは生産の現場である田舎と言っていいんでしょうか、まあ、地方の方がそういったものを経験することができます。都会は確かに教育に投資するためのお金が多かったり、あるいはそもそも地方よりも高収入だったり、あるいは大きな大学であったり研究所であったり博物館であったり美術館であったり、いろんなそういった体験する経験する見ることのできるものがたくさんあるかもしれないんですが、じゃあその人たちが本当にお米の本質を理解しているかというと、そうではないかもしれないんですね。私たちは南相馬市というものが非常に優れた歴史文化や、あるいは豊かな自然や、そして暮らしやすい気候というものがありますので、もしかしたら日本の中で非常に住みやすい場所なのかもしれないと思っています。ただ今からおよそ11年前に発生した東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故は大きなきっかけになったと思います。今ももちろんふるさとに帰れない人がたくさんいるという状況の中で、どこまでものを言っていいかというのは非常に考えさせられることかもしれません。ですが少なくともそうした大きな災害があったからこそ、大事なこととは何か、今後どうあるべきなのかっていうのを一生懸命考える、そういったきっかけになったと思います。私は小さい頃に生き物博士になりたいという、まあ、素朴な夢をずっと追い求めて理学博士になり、全国のいろんな研究所でがんとか白血病とかいろんなテーマについて自分の全てをそういった研究に注いでいたように思っています。でも今もなんていうか、大事なものは何か、伝えなければならないもの何か、解決しなければいけないもの何かというプロジェクト思考というんですかね、そういうふうに目的を持ってビジョンを持って物事に当たるという、そういった研究者といいんですかね、そういった気持ちは今も変わらずに持っています。だからこそ触れることのできるものが多くあるこういった地方っていうものに大きな可能性があると考えています。来年2月の13日に我々が震災以降行ってきた大切なと我々が考えている活動の振り返りであるとか、あるいは川崎市や只見町や小田原市といった優れた教育事業を実施していらっしゃる担当の方たちに事例を紹介していただいて、この先の未来をどう作っていくべきなのか、そうしたことを議論し、そして共有していく地域教育を考える勉強会を実施する予定になっています。今いろんな詳細を詰めている段階ですので、もうしばらくしたら皆さんにも紹介できると思います。ぜひ博士と会ったことのある
都会の人たちやそれから地元の人たちが大勢集まってそこで一緒にこの先の未来をどうあるべきかというのを共有できる場になればいいかなと思っています。ちょっと長くなりましたが、まあ、これからもいろんなことを紹介していきたいと思います。ありがとうございました。